おはこんばんにちは。ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。今回は日本時間では6月8日午前6時に開催となったサマーゲームフェストの情報を見ていこう。結構な見どころもあった配信となるわね。結構な情報量となるので気になる作品の情報をチェックしていくとともに、この大型ゲーム情報発信イベントの総評もしていくとしよう。うちのチャンネルらしい視点もありそうやな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、サマーゲームフェストはゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が主催となって、2020年より毎年6月頃に開催している大規模なゲームの発表イベントとなるな。正式に開催が終了となってしまった E3 の代わりって部分もあるわね。昔よりこの時期に合わせて、各ゲームメーカーも大きな情報の用意はしていたからな。そういうところでも注目度は高い。ご視聴者様にも開催前にアンケートは取っており、まとめで十分って人も半数と結構な数となるわね。まあ、長尺の番組となるし興味のない作品の方が多いって人もいるだろう。リアタイで見るならモチベーションも重要ではある。まあ、そのあたりのお話は後半にして、先に内容から見ていくとしよう。まずは事前に告知があったモンハンワイルズについてだな。PV 第2弾の公開ね。隔ての砂原に生息する新モンスター、バーラハーラがお披露目となっており、カットシーンからゲームプレイへとシームレスにつながり、セクレトに乗りながらバーラハーラの群れから逃れるゲームプレイへと展開となる。かなりの迫力となるわね。シリーズプロデューサーである辻元良三氏が登壇され、本作ではゲームへの没入感とアクションの融合を目指していると述べられている。対応プラットフォームとしては PS5、Xbox シリーズ XS、PC となっていて、表現としてはシリーズ最高峰になることは間違いない。そして、モンハンユーザーとしてはかなり気になっていたところだろうが、本作はプラットフォームの垣根を越えてクロスプレイが可能であることが辻元氏より明言されている。共闘しての狩りははかどると。クロスプレイについては配信後の X トレンドでも結構な時間上位となっている。そして、2024年8月20日に実施されるゲームズコムのオープニングナイトライブでは、さらなる映像を公開予定とのことで、その後のドイツで開催されるゲームズコム2024では初のプレイアブル出展も予定されている。その後に東京ゲームショウ、年末には TGA、モンハンは発売まで続々と情報展開ありそうね。短い映像とはなるが、モンハンストーリーズも紹介となっている。ストーリーズから入るモンハンファンもいるだろうな。そして、カプコン作品は他でも怒涛の展開。あの和風タワーディフェンスアクションな国津神は、最新トレーラーも公開とともに、発売日が7月19日に決定となっている。これは見ていて、早。という感想となったわ。対応プラットフォームについても PS4、Xbox One も追加となっており、本日より予約受付もスタートとなっている。この速さはダウンロード版だからってのもあるな。ゲーパスデイワンタイトルでもあるが、税込み4990円というのは結構お勉強してくれている価格だろう。カプコンの久々のがっつり和風アクションとなるので期待はしたい。さらにストリートファイター6。アニメ映像とともにイヤー2の追加キャラクターが発表となっている。まさかのテリー、ボガードと知らぬいMai参戦。画廊伝説の新展開もあるので、このコラボも納得、という部分もあるな。そして、ベガとエレナの参戦も決定している。あのシャドルーの狩猟ベガも復活となるわね。ベガの参戦は2024年夏ともうすぐであり、すでにカプコン公式チャンネルにはゲームプレイトレーラーも公開となっている。春に豪気、夏にベガ。いやー、いい意味で非常に濃い。秋にテリー、年明け冬にMaiと、盛りだくさんの内容となるし、現在スト6は1周年で本編、イヤー1キャラクターパスもセール中だ。さらなる盛り上がりはありそうね。ただカプコンは怒涛の展開ながら、サマーゲームフェストでは短めの映像が多かった。各作品のファンとしては、もうちょい掘り下げてくれよ。なカプコンショーケースを期待したいわね。影響しているかどうかはわからんが、関連するお話は後でしていこう。そして、先ほどテリー、ボガードと知らぬいMai登場で、往年の格闘ゲームファンとしては、という展開だったが、その両キャラの本編シリーズとなる画廊伝説も新作が登場。画廊伝説シティオブジウルブズ、となるな。あの SNK の大看板、画廊伝説、が新作で復活するとは思わなんだ。そういや SNK って一旦会社としては潰れたんじゃないの？人気もかなりある格闘ゲームシリーズなどもあるんだが、多角経営などの失敗もあり、2001年に経営破綻しとる。現在は新生 SNK であり、光栄テクモゲームスやセガの社長を歴任した松原健二氏が CEO で、ここがかなりでかいんだろうが、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子が設立した財団が、SNK の株をほとんど所有している。あのゲーム好きの殿下やな。その大株主様の意向は SNK がゲーム、エンターテインメント業界の世界トップ10に入る、ということらしいな。オイルマネーでの支援も重要なところか。画廊伝説は大看板となるし、どちらにせよ2025年発売とのことで大注目だ。キングオブファイターズも復活したら、いよいよ第二次格ゲー黄金期かもしれん。そして、西遊記をモチーフにしたソウルライクアクション RPG の黒神話悟空の最新トレーラーが公開。こちらは8月20日の世界発売に先駆け、PS5、Steam、Epic での予約受付を開始となっている。これ以前のトレーラーから感じていたけど、グラフィックが半端ないのよね。圧倒的なビジュアルも売りにしているからな。スペック的に劣る Xbox シリーズ S で破砕的化が厳しいかもで、まだ Xbox 版の発売日は未定となっている。一応私のゲーミング PC でも動作要件満たしているけど、安定したパフォーマンスを望むなら PS5 版の方が良いかもしれん。動作環境は公式よりお知らせあって、そこまで厳しい要求になってないんだけど、この手のアクションゲームではパフォーマンスが肝だからな。超ハイスペックな PC 環境ではない人は慎重に検討した方がいいかもです。お次は、サイレン、などを手掛けた富山圭一郎氏による新作ホラーゲームの薬師が、ゲームプレイ映像を含む最新映像が公開され、発売日が2024年11月8日に決定している。あの名作ホラー、サイレンの意思を継いだ作品は大注目。わい雑さを色濃く残す街、空論を舞台に、記憶と肉体を失った、狂気、となって、人間に擬態する怪物、薬師、殲滅に奔走するバトルアクションアドベンチャーとなる。なんか絶望感漂う世界観ではあるけど、積極的に戦う必要はありそうね。プレイヤーは、狂気、として、薬師、と敵対する。狂気、とは、実体を持たない精神生命体であり、都市の住民の体を借りてのみ、現実世界への物理的干渉が可能となる。戦略性も結構高そうね。憑依した人間によってアクションやスキルに差がありそうだし、飛翔体、という強靭な体と人間離れした能力を発揮する存在もいる。この作品も注目していきたいな。お次は歴史ストラテジーゲームのシドマイヤーズシバライゼーション7が、2025年発売予定であることが発表されている。テイク2が近々新作発表という噂はあったけど、シバライゼーションだったか。歴史の中で文明を導き、時の試練に耐えうる文明を築くターン制ストラテジーゲームとなり、世界中にファンがいるシリーズとなるからな。良い意味で最新ナンバリングも時間泥棒であってほしいものです。そして、ドラゴンボール Z スパーキングシリーズ新作となる。ドラゴンボールスパーキング0は発売日が10月10日と発表となっている。ドラゴンボールスーパーの要素もモリモリだろうし、私は期待しているぞ。シリーズ最大規模のキャラクターが登場ということも公式から謳われており、スパーキングシリーズとしても、ドラゴンボール作品としても、最高峰のものであると期待したい。エピソードバトルとカスタムバトルの存在も明らかになっており、エピソードバトルではプレイヤーは8人のキャラクターから1人を選び、ドラゴンボールサーガの重要な戦いを追体験できるようだな。ちらっとだけど映像ではラディッツ戦でピッコロとの共闘なしも可能っぽいわね。漫画とは違った展開が楽しめる F ストーリーもありそうだな。結構それも妄想することあるから、嫌いじゃないぞ。カスタムバトルでは開発者が考えた対戦に挑戦したり、プレイヤーがバトルシナリオを作成して公開もできるようだ。これは出来次第ではあるけど、ドラゴンボールファンの中でかなり盛り上がるぞ。そして、以前にバンダイナムコに苦言も呈したところだが、バンダイナムコ作品で結構ある PC 版の日本でのうまくに対応というのがあるが、日本の IP にして、日本向けバリバリのコンテンツに関わらずなぜか日本では PC 版が買えない状態やな。本作スパーキング0もなかなか日本向けには Steam 版の発表がなかったんだが、この度、日本の公式ページにもはっきりと Steam 版リリースの表記がなされている。まだ、どのプラットフォームで遊ぼうか悩んでいる段階ではあったけど、おまくに対応するなら、ぐちぐち言ってやろうとは思ってたわ。ここに関しては一安心というところだな。そして、アトラスの完全新作、メタファーリファンタジオ、では、アーキタイプと呼ばれる他のゲームでいうところのジュブにフォーカスした映像が公開となっている。よいねえ。ジュブシステムのある RPG 作品は総じて嫌いじゃないぞ。アトラスの橋の桂氏、副島重則氏が登壇されており、その総数は40種以上にも及び、経験を積ませると、一部のアーキタイプは進化することもできるとのこと。そして本作はアトラスの RPG、我々の作ってきた RPG のノウハウを全て結集して作っているともされている。期待度はぐんぐんと上昇しておりますよ。公式放送もサマーゲームフェストの後に配信となっており、今回紹介となっているアーキタイプの掘り下げもされている。こっちも後で確認せなあかんな。お次は SIE の看板タイトル、ホライゾンがレゴになって登場。レゴホライゾンアドベンチャーズとなるな。レゴになるとフォビドゥンウエスト本編では非常に気になったアロイの下膨れが可愛くなるな。そこ、あんまり共感したくねえな。本作は2024年のホリデーシーズンに発売予定。ホライゾン、本編の世界同様に、恐ろしい機械の獣が闊歩しているが、レゴで表現されると非常にカジュアルな感じ。オフラインまたはオンライン協力プレイもあるようだし、ここから新規ファンも増えてほしいところだな。何より本作は PS5 はもちろんのこと、PC 対応に加えてスイッチでも発売予定。スピンオフとはいえ、アーロイがいよいよスイッチデビューかね。そういう意味でも注目の作品とはなるな。そして、セガからはソニックシャドウジェネレーションズの発売日が10月25日と決定。3D ソニックさんにも期待はしたいところね。他にも既存タイトルの展開としては、年明けより大ヒットとなったパルワールドでは、初の超大型アップデートとして、桜島アップデートが6月27日に配信予定。新たな冒険の地、桜島にて、新たなパルが多数登場に新たな組織と党リーダー。拠点関連の大型リワークに、以前より告知があった PVP モードとなる闘技場。Xbox 専用サーバーも登場に、クロスプレイについては鋭意開発中とのことだ。そんなにパルワールドやり込んでない私でもちょっとクラクラする展開だぞ。インフルエンサー、メディア向け先行プレイも予定されており、年明けのリリース直後ほどの盛り上がりとはならんにしても、パルワールドが改めて大いに盛り上がるタイミングがこの夏来るだろうな。私ももうちょい拠点整備しておくか。他にも昨年大いに評価されたアランウェイク2は DLC が当日より配信。パッケージ版の発売も決定となっているし、あの人気人狼ゲームのアモングアスのアニメかなんかの発表もあった。なかなか盛りだくさんだったと思う。とはいえ、今回のサマーゲームフェストを期待外れだとする声も散見はされる。まあねえ、私らは事前に未発表の超大作とかはないってお話を知っていたってのもあるけど、それを知らない人も多かっただろうしねえ。良くも悪くも2020年開催から年々期待度が上がるイベントにはなっている。私の感想としては、大作規模の作品でもトレーラーは短めな印象だったな。本放送2時間の中にいろんな作品紹介したいって思惑もあるんだろうけど、作品によってはもうちょい掘り下げてくれよ、って感想はあると思うぞ。そこが影響しているかなお話はこちらの記事より引用するが。1分のトレーラー流すのに4000万円必要？海外メディアがこのサマーゲームフェストの相場というのを公開している。実際、費用対効果考えて高いのか安いのかと言われると私らユーザーにはわからん。まあな。ただ視聴数も高く影響力も大きいこともあり、こういう価格が設定されているのだろう、と記事ではしている。でもさ、こういう内部の価格設定が漏れることにメリットってなくない？そうなんだよな。先ほどレイムはこの価格設定を高いか安いかようわからんとは言ったけど、ユーザーによってはトレーラー流すだけでそんなにお金かかるのかよって感想もあるだろう。決して印象アップにはならん。無論、そんなプロモーション費用が出せない小規模メーカーに対してトレーラーを無償で流してもらえる枠もあるが、競合していた夏の大型ゲームイベント E3 がなくなったことにより、サマーゲームフェストのブランディングや価格設定に繋がっているのかもしれない、と記事では綴っている。まあ、結構な費用が必要なんだとしたら、短めのトレーラーでちょい出し、その後で自身の公式チャンネルで長尺の掘り下げってパターンが多いのも頷ける。まあ、こればっかりは運営のやり方にはなるからな。相場に定違いの否定もしにくいんだが、その高い影響力にあぐらかくようなことが、サマーゲームフェストにおいて今後あるようであれば、おのずと影響力は下がることになる。魅力的なゲームコンテンツあってのイベントだからねー。まあ、現時点であからさまな問題点があるわけではねえけど、将来に E3 のように開催がなくなるような未来は想像したくないな。そこは杞憂であってほしいよな。それでも2時間の長尺の中でまだまだ紹介しきれていない作品も大量にある。おい、これも注目しておけよ。な作品あればコメントいただけると幸いです。ここからもゲーム情報発信イベントは盛りだくさんの予定だが、無理のないように楽しんでほしいところだな。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。